北クラブで張り込むか。ちゃん？ん？いや嘘や嘘、生きてるやん、二人とも。え？2023迎え来て。今止まったよな、上に。2020了解？2023で。まず兄貴、ごめんなさい、誰か記者クラブの上来れます？記者クラブ？うん。8144どうしたんだ。いやちょっと多分記者がいます。番記者今多分その記者44ね。うん8144。もうでも記者なんか話終わったんですよね。あれいや終わってない、ボスがまた詰めるって。あそうなんだ。ボスいないから。いやボスが来るまで監禁しとけって。8144の上にヘリが今止まって、おそらくこの2人なんですよね。ただ俺今離れちゃうと追えないから。みんな来て、みんな来て。いや放置でいいんじゃない。ボスまだ起きないと思うよ。え俺の認識は、ボスが起きてる状態で記者が起きてたら動くんじゃないかなっていう認識だった。あ、じゃなくてもうボスからもう俺、わしがいなくてもわしが起きてくるまでモズ村に監禁しておいてくれって、そういう命を受けてます。このヘリ味方？味方。多分屋上に誰かいない？人いる。中入る、中入りそう。それ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 。中入っちゃった。屋上でロックしてけばいいの？屋上でロックでいいと思います。下にいる、下にいるよ。下いる、下いる。車乗ったよ。車出した。一人やった？いや、一人、逃げてる逃げてる、一人逃げてる。車で追いでる追いでる。追ってる追ってる。入った、これ中入れる中入れる。屋上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 。止まってもらっていいですか？いや止まってもらっていいですか？何が一人確保、一人確保。あ、一人ユニオン入った。ユニオン中入ったわ。どういうことですか？じゃあなんかデジャブだけど、そいつ捕まえてるから、じゃあそこから始めるか。とりあえずこいつ捕まえたんで。オッケーオッケー。どういうことですか一体？DC 組合で呼んで治療してもらって、急に市民に向かって発砲する。どういうことですかこれ？モズ村行って治療してもらおう。ヘリで拾えるよ。ダイオさんどういう格好してんのそれ？どういう格好？しゃがんで。ああ。変な方向に銃向けてますよあなた。え、どういうこと？え、今立ってますけど、自分。え、ちょっと一旦これ持ってもらっていいですか？俺がおかしいよ。一旦話しましょう、一旦話しましょう。これお願いしていいですか？人間は暴力だけじゃ解決できない。ちょっと俺、個展行ってくるんで。あ、オッケーオッケー、ちょっと待って。ごめん、今、8144の上、話をしてくれ、話を。来たよ。ああ、お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、どういうことですか一体？
for you. Move the target like a matador. Come on, I'm ready to go get it like a Labrador. Dog days done and I'm tired of the tug of war. Broke off the leash and I ain't going back no more. I've been better ever after like Bearmore. Hold up, let me reset. Living in the matrix, use the sequence. I cracked the code, popped out the subnet. Walk around like I found a 20, that's a dubstep. Living in the moment, did you notice that ain't up yet? You can put the pressure on me, I ain't dropping one sweat. Used to be stressed hard, beat it like a drum set. Breathe, stretch, let it go. Everybody need a refresh, go. こいつは一体どういうことだ。金玉取られに来たの。これはどういう状況だ。一体どういう状況だ。これは一体どういう状況だ。オッケーオッケー。ウークさん。押し出す。いやなんで帽子かぶってんだ俺。こいつお支払いまだのようですね。支払い。ウークさん。一つ言わせてくれ。ああ。一ヶ月ぶりぐらいに起きていま。10分ぐらいで今何起きてるんだあれまあそれは全然支払い進んでないわけだな、まあ、それ進んでないな支払い確かにこの前の萌えってのやつは起きてなかったんですあ萌えっての時はいなかったっすね あいなかったんだ、ちょっと待ってくれ何もしていない僕は待ってくれそうムート文岡がずっとバン記者っていう名前で僕らのこと騙しててでルーク秋山とバ、うん、ムート文岡に言われたみたいなことで上司のせいにしてましたね、ずっと。あ、まあ、でも結局ルーク秋山さんも悪いってことかじゃん。まあね。でも結局、そのバン記者ってやつはムーチョやったから、うんうん、ムーチョが自作自演してたっていう。どういうことだってばよ。うん、そういうことですよ。わかんないよ。待ってくれ、1ヶ月ぶりに起きたんだって。説明をしてくれ、もうちょっと。わかんないよ。支払いが遅いですね。説明をするのであれば、まず、過去に一度我々で取り決めをしたじゃないですか、はあ、モズのことを新聞記事であげたらまた1億払ってもらうぞってそうですねしましたよね覚えてますよねああしたなそれをムーチョが破ったんですちょっと待ってくれじゃあ俺関係ないじゃないかちょっと待ってくれいやいやでもムーチョさんが忙しいって言ったから忙しいって言って逃げちゃったからちょっと待ってくれすいませんちょっと代わりなんですけど寝起きで濃すぎるって、まあ、一応言っておくとある人が起きてくるまでは拘束されるらしいからある人が起きてくるまで拘束されませんねだから何分なのかもしれないしもう今日何日無理なのかもしれないそういうプレイなんですよねそう勘弁してくれようこそうちの要塞へありがとうよお疲れ様どうもうん、あ、ルークさん、こんにちは。こんにちは。どうも、こんにちは。今ね、誘拐されてるって話を聞いたもんですから。はい、ちょっと、市民の人から通報があって。はい、ルークさん、これ誘拐ですか、うん、そう、事実確認だけ。まあ、多分、誘拐っちゃ誘拐になるかもしれない。どういう感じですか、これ。ルークさん、これは今、誘拐ということ。ちょっと、だちょっとダイヤちょっと待ってくれよ。ん？どういった経緯でそういう風になってるかだけ教えてくれるか。うん、こっちもさそういう形になった場合、追わなきゃいけないのわかるでしょ、ダイヤ。こいつらの新聞記事のせいだよ。あ、それはもちろん把握してるんだけど。うん、おお後ろもいるか。ちゃんと明らかにやめてんの。ん？これサンバル見てないからまた隠れててもいいかも。ああ大丈夫大丈夫ここは、うん、だからそっちも発砲とかしないでくれよ。うんうん余るよ。俺一応まだ隠れてます。もう一台パトカー、もう一台パトヘリ、一旦じゃあ連絡するわ。了解。二人乗りね。1106番のモズの件ですけど、応援一回してお願いします。はい、ちょっとお前こそ離れたっすね。そうだね、一旦ちょっと話し合いになるから応援はなしって形になったので。大丈夫かな。思わないですか。
ルークさん残念でしたね。どうして裏切られた。パッチからさっき確認、パチオからさっき確認したんだけど、はい、この話自体は終わってるっていうふうにはこっちは認識してるんだけど、終わってなかったっていうことですかね。その 前回八一郎さんとの件ですか、ね、このくだりさ、2回目だしさ、一件の件、衝撃スクープ、レディオンで全然誘拐事件が発生の記事の内容について今これは揉めてる。他のパトカーはいない。はい、終わってないんですよね、これ実はまだ。通り過ぎた。終わってないんだ。ええ。そのオッケー、じゃあ、回帰、今、撃てる状況です。残ってるっていうのは、なんで残ってるの？いや、てか、ヘリ、ヘリ必要です。帰れるような。もう一度撃ってもらっていいですか？ヘリ壊してます。そのパチを、そこは終わってるって認識だったんですけど、なんで終わってない、うん、運転できること祈ってんだろう。もう警察殺しちゃってんの。バンダーマンさんとも一応お話しさせていただいたんですけど。ええ。その後ね、またこいつらは新聞書きましたし、うん、今日ですね、うん、後ろの人もまさぐってません。ちょっとあれ止めてくれる？竹森、はい、本当に大事な話してるのに、こんなそんなね、ことする人いないですよね。こんな大事な話してるのに、まさか警察の、まあ、あとはもう単純な話をします。こいつらはギャングを舐めている。舐めている、舐めているし、プラス市民、この町に生きる全ての人に害をなしている。待ってください、まるで僕たちが害悪かのような。虚偽のことを書かれてるってことだよね。そうです、副新聞で。で、それを広められてるってことだ、ギャングからすると。メンツが立たないってことだよね、そっちからすると。そうです、うん、なるほどな。その後にだから書かれたってこと、ちょっと今離れてたからあれなんだけど、ねえ、その後にも関われているし、うん、今回の件、我々は一度こいつらにチャンスを与えていたんですよ。うん、けどこいつらはそのチャンスを、チャンス、ゆうきさん、そこはあったんですか。そのちょっとあんま覚えてないんですよ、そこら辺。あんまり覚えてない。そこ結構大事、はい、大事ではありますね。でもそういう、でも証拠とかがあるわけではないといった状況ではありますね。いつでも動けますよ。ルークさん、本当にちゃんと正直に言わないと、はい、今命に関わることかもしれないんで、ルークさんの。はい、だからそのちゃんと証拠がないっていうのが事実です。証拠がないということは事実で、警察これスマホで応援を呼んでるっていうことですね。やったという証拠がないというのが現状じゃないですか。でもどう逃げるんだこれ。ナタル、盗難車取ってきて。石郎さんも盗難車あるわけやけ。隠して。ちょっとちゃんと記事読んでなかったんで、ちょっとだけ時間もらってもいいですか。構いませんよ。ちょっと自分ちょっと手錠さん読み上げていただきたいです。自分ちょっと覚えてない部分が。だいぶこの衝撃スクープってやつかな、直近の。直近のそれ。ちょっと読み上げてください。まあ、この話は多分まとまるとは思えないんだよ。うん。うん。方に出てくるまでね。まあ、こっちもさ、誘拐されてる以上動かなきゃには、行かないわけにはいかないからさ。そうだよね。うん、それはもちろん分かってほしいんだ。手荒な真似はしたくないから、一旦引いてもらえることはできる。ちょっと待って、後ろに。まあ、別に待ってください。警察とかですよね。おお、なんだなんだなんだ。手荒な真似してるじゃないかも。警察とかですよね。いや、手荒な真似してるじゃないか。ごめんな。だから一番これが平和的に収まる方法なんだ。ごめんな。別に俺たちも警察官を撃つのは謝られてもさ、まあ。この現状になってしまうと、こっちも動かなきゃいけなくなるから大丈夫か？どうだ、君とする。うん。じゃあ、また。ヘリ盗む？またじゃ、そんな軽くで終わる話じゃないんだよな。ああ、違う。そうなんだよ。ああ、危ない。今日ごめん、ごめん、ごめんね。引くつもりなかったから。ごめんね、ごめんね、ごめんね。あれでもいい。うん、じゃあ、また。俺たち当たりが違う。おい、ちょっと待て。ちょっと待て、お前ら。待ってくれ。どうすれば解放してくれるんだ。もう手錠してるから置いてくぞ。うん、置いてけ、置いてけ。ちょっと待ってくれ。警察使い物にならないぞ。おい、待って、警察使い物にならなすぎだろ。ちょっと。あれ、ルークさん、じゃあ、そんなもんだ。ルークさん、じゃああれですか、警察が来るってことを分かってたんですか、最初から。いや、分かってはないけどさ、映像来てくれたらちょっとさ、おってなるじゃん。ちょっと安堵するじゃん。びっくりしたよ。
まさか話し合いに応じてそのまま転職して置いてかれる警察がいるなんて俺が思わないだろう。まあまあまあ、キミトス君、はい、で何なんだよ、土地来たかっぱ意味わかんねえよ。今ならヘリ来たわ。マーメヘリ、マーメヘリ、マーメヘリいるよ。ヘリヘリいるね。恋愛はしてるんですか。俺、キズの内容があるから殺しちゃう。俺恋愛は分かんないです。分かんない。一応俺も今ヘリで向かってるんで援護行けます。了解。とりあえず今2000番台いるわ。行けるとこに出るよ。はい、了解です。ヘリ見える？あー、いや、いるわ、ヘリいるわ。ちなみにこれ今からどこ向かってるんですか。ここ入るなら48かな。いや、入るのちょっと渋いな。でも戦いますか。待ってきます。殺すかも。撃っていいよ俺。しますか。何ですか。今東大到着しました。撃っていいなら撃つけど俺も。あ、これ今車の中全員乗れないんで手錠かけてるだけなんですよ。あー、なるほど、ね、いや違います。違うよね。違う、違わないですよね。違うんですか。しかもヘリで来てると。いや、友達なんですよ。警察2人来た。ですよね、ルークさん。いや、どうなんですかね。8000万世の中を戦うか決めた方がいいかも。友達ですよね、ルークさん。友達だけど、だからもう…ていく。なんか、だいぶ困ってそうですけど。2048了解。2240、大丈夫ですか。4022ね、4020、了解。あなた、お名前は。僕ですか。はい、僕ルーク秋山です。これ、これ走っていいですか。あなた、友達なんですか、その方と。走っちゃっていいよ。友達では、あったけどね。4022近くいますよ、俺。ヘリ4台いるぞ、これ。大丈夫、アタックしなくても。アタックとか攻撃しなくていいよ、こっち。まだ当たる。アタックやんないで、アタックやんないで。こっち人質がいるから、全無視で。それ、またなんか昨日と同じ感じなんだよ。交換条件出さないと一生警察いるんだよね。あー、大変だ。なんでこんなことになっちゃったんですか。どうしようね、これすぐ入っても結局待たれるからさ。ムーチョがムーチョのせいだろ。ムーチョのムーチョがだからムーチョが出てくればこれ全部くそ、あいつのせいだよ。これまでガソリン持つか持たないかぐらいですね、これ。おはよう。いや、持つと思う。お、ボス待ってますよ、ボス。おい、なんだ、どうしたどうした。ボスが待ってたご主職者の一人を今拉致ってて、警察と大チェイス中です。あ、本当に。で、まだ撃ってないんですけど、どうしますか、こいつ、ボス。え、さらおうよ。いや、さらってるんです、ボス。え、さらってて、どうしようかな状態です、今。え、どうするって言われても起きたばっかやからな。どこにいんの。ど、え、警察どうするの。どんぐらいいんの、警察。今、パトカー1とヘリ1に減っちゃったんですけど。うん。まだ全然簡易修理したら合流してくるって感じです。どこにいんの今。カジノ前で人質が餓死そうなので飯食わせてます。おう、食わせろ。連れてけ。はい。タケにピックアップしてもらったから連れてってもらうわ、そっちまで。いや、寝起き一発目これか。じゃあ待ってればいいです。あのタクシー会社の目の前で。ああ、今行ってる行ってる。今来た。いやー、PD。PD。どけ。お、飯、お前、餓死しそうなんだろ。あ、もう食べさせました。あ、そう。じゃあ、帰っていいよ、PD は。お疲れ。一応、救急で待機してまーす。助けて！ PSDS みたいな感じだろ、お前ら。LSPD だろ。でも、うるせえな。どっか行けよ。助けてって言ってますから。うるせえっつってんだよ。どっか行けよ。助けてー。おめえ黙ってろ、殺すぞ。助けてー。お前しゃべんな。助けて。あ、これ人質だからな。近づくな近づくなっつってんだよ。解放条件は何ですか。近づくな。ゆっくり話もできねえ、お前らがいたんじゃ。話したいだけですか。近づくな、帰れ。まあ、それはできない。じゃないと市民殺して回るぞ。どっちがいいんだ。助けてくれ。それはどっちもできないですよ。どっちもできない。
どっちもできない、どっちも無理だ、どっちからどっちか。銃を持ってる人たちのところに市民を連れて行かせるのもできないし、しょうがねえだろうがよ、こいつが悪いんだから。それをどうして か、あの話してくださいよ。20分だ、20分、20分ですね。じゃあな、20分で。うるせえな、どっか行ってろ、うるせえから。いいから、20分だ、20分、20分だ。じゃあな、20分がなんだ、死にたくない。僕ら行かないとやばい、助けてくれ。いいぞ。なんでこんなことになっちゃったの。おめえが悪いんだろうが、これ。俺は悪くないよ。お前、おめえが悪いんだろうが、これ。なんだよ。ボスは抜けます。山のアジト行くよ、山のアジト。あるの。わかりました。誰ですか。山のアジト。お前だから黙っとれ、お前いいから。なんで。いいか。なあ。はい。わしは今頭にきてんの、イライラしてんだよ。ボス村了解。頭に。お前殺してもいいんだぞ、今すぐ。だから黙っとれって言ってんの。追われてる人は絶対来ない方がいいと思う。黙っとれ。なんで。だからイライラしてるからね、うん、ムカついてる。あ、じゃあ黙っとれ。久しぶりに起きたら殺されてる。頼むわ、一郎。みゃー。今うるさ、ほんまにうるさい、ほんまにうるさいわ。わかりました、わかりました。よし、いいか。はい。お前がその勤めているその新聞、そのゴシップ記者、そのゴシップ記者のところでうちの記事を書いた、違うか。はい。お前が書いたんじゃなくてもだ、お前らのところの、お、ムーチョってのが来たらしいぞ。らしいですね。ただそれに関しては僕は本当に理解していなくて。なんでだ。なぜかというと僕は1ヶ月ぶりに起きたからです。ただ現状今救急前に、うん、あのな、いい、軽く、うん、わしらはそれを1回警告してるわけだ。お前は関係者だ。関係者です。関係者だ。だからこうなってる。それって、うん、直接的に悪いことをした人関係ないじゃないですか。関係ない、関係ない、関係ない。え、じゃあ例えばですよ、うん、お兄ちゃんが悪いことしました、弟もじゃあ連れ去りますか。はい、え、何。お兄ちゃんがもしも例えば自転車パクりました、うん、じゃあ弟が悪いってなりますか。なんない。弟じゃあこういう人になりますか。なんないよ。じゃあそれ、じゃあ違うじゃないですか、それじゃあ、うん、だって今の話と全く違うじゃん。違う、うん、あれ、え、今の状況の話と全然違うじゃん。違う、違うよ。でも同じ、あれ、全然違うよ。え、じゃ、え、今の同期と今だってたかよ、仲間の人。え、同じじゃない。全然違う。どう違う。あ、ちょっと聞きたいっす。聞きたい。お兄ちゃんが盗んだのは例えばヤクザの自転車でした。うん、うん、どうなる。あー、ってなったら、うんうん、同じってことですか。うん、ってなったらどうなる。ってなったらどうなる。うん、お兄ちゃんは、で、今お前が聞いたのはお兄ちゃんが自転車盗みました。はい。で、弟がそれ、うん、もう書いてくれ、もう書いてくれ。お兄ちゃんが自転車盗みました、うん、で弟が捕まりますかっていう質問だろ。うん、うん、弟がその罰を受けるべきですかって。あ、弟が罰を受けるべきですか、受けるべきか否かなんて知らねえよ、そんなの。だって知らねえって言われたらそんなの全部知らなくなっちゃうじゃん。え、何言ってんのお前。いいですか、お兄ちゃんが、はい、例えばヤクザの車を蹴りました、はい、ね、そのまま逃げました。はい、ヤクザはお兄ちゃんの素性を探します。でもお兄ちゃんは逃げ続けています、なかなか捕まりません。であれば素性が分かったその人の家族、関係者、職場、そういうところに行きます。行ったとして、うん、現状これ解決できてないじゃない、ね、ないじゃんですか。何だから、うん、もしもだ、そんで俺のこと言うの分かりますよ、分かりますけど、うん、結果は何も解決しないじゃないですか。解決、え、だって別に解決するしないじゃないじゃん、だってこっちからしたら、どうにかしてだからそいつをだから捕まえたりとかしたいっていうのが目的なんじゃない。そうそうそう、だったら別に俺のことをこんなねやったところで、だってお前を今弾いてるのはお前がうるさいからだもん。え、俺がうるさいから弾く。黙んないから。黙んないから、うん、そんだけで人の命を簡単に奪っていいんですか。いいか悪いかじゃないもん、だってまだ知らないんですか。知らねえよ。え、じゃあなんでダメなの。じゃあダメ、痛いから。知らないじゃん、だって俺痛くないもん。ああ、そっか、うん、じゃあ知らないか。知らないよね。お前が死のうが生きようが俺には関係ないでしょ、はい、だから別にお前がどうなろうか。いや、それやったらこの町に暴力しか溢れ返らないっすよ。うん、だって別に何もされなかったらしないもん。お前がうるさくしなかったら殺さなかっただけの話。でも客観で言うと、そう、でも僕は今回何もしてないわけですよ。だからお前は関係者だからこうなっちゃってんだよ。だからでも関係者なわけで、じゃあやめればいいじゃん。僕自身は何もやってないんですよ。やめる、やめる、うん、ゴシップ記者やめる。ゴシップというか、まっとうな記事を書いていこうかなって今後思ってますよ。あ、そう、はい、
じゃあ真っ当な記事書きなよ最初から、うん、最初からそうすればよかったじゃん。最初から割と書いてたつもりだったんですけど。お前書いたのどれ。ちょっと見れないっす。かんお前か一回書いた記事に分かるだろどれか。ちょっと覚えてないっす。もうそれでも記者がそういう適当な記事書いてるからそうなるんだよ。魂込めてますよそりゃ。いやじゃあお前魂込めてたらどれ書いたか分かるだろお前。それ魂込めてるけど一個も一個じゃあ魂こもってねえじゃねえかこの野郎。魂は込めてるよ。魂込めてんだったらお前どの記事書いたくらい分かんだろうかこの野郎。魂込めて書いたからこんなのなってんだよ。何言ってんだお前バカ野郎。なんでこれ分かんないんだ。分かるわけないだろお前。覚えてないな。一回お前なおい、うん、だからお前自分のなくした財布どこにあるか分かんなくなったりするんだよおい。一緒にみんなに探してもらったりするお前記事ね本当にあれは辛かったな。どうした思い出せよ何書いたか、うん、どの記事書いたんだお前は。でも確かに俺は俺が関与してるのはオタクのやつで書いたやつでな中で、うん、俺が関与してるのはその飛行空港であった犯罪現場を押さえたやつは俺は関与している。お前関与してんのな。ああうん、でもまあその後も書いてんだよだからその後は俺起きていないじゃん。起きてなくてもその後もお前らのゴシップ記者がね、はい、書いてんだ、うん、さっきお前は俺に言ったよな。俺が何俺聞け聞けいいな。ああ分かった、分かった。 お前はさっきわしに言ったんだよ。おわしが何者か分かんないだろって言ったろ。ああ分かんなかった。同じじゃねえか。誰がその記事書いたかこっち分かんねえだろ。え、でもそっちは分かんない状態で俺にこと攻撃してあげたから。でもお前はゴシップ記者の関係者だろって。関係者だけどそっちは分かんない状態で攻撃してあげた。関係者だからお前こうなってんだよだから。なんで分かんねえんだお前。なんで分かんねえんだお前。なんで俺分かんねえんだ。なんで分かんねえんだって俺が聞いてんのバカやろ。俺がそう。なんかもう一方通行だなこれ話が。おめえのせいじゃねえかこの野郎。だ別にお前が書いてようが他のやつが書いてようが関係ねえんだよだから。お前らが、お前らなんだよ、お前ら。はい、うん、分かりました。お前らがそういうの書いとるから、はいね、みんな迷惑しとるんだよ。お前がやってなかったとしてもな、今回。でも結局こういう目に遭うんだよ、お前の周りの人間もな。書いた当人が誰か分かんないから書いたやつを探すんだよ。誰だ。記事は誰も救えないんですか。記事書いてんの誰だ、言え。ムーチョです。ムーチョとあとは誰だ。俺です。あとは。あとは。ゴシップ記者の従業員の名前を全員言え。ムーチョ。うん。ルーク。うん。近丸イーダン。うん、サイプレス、富岡。痛い痛い。今考えんな。すいません。今考えんな。鹿丸飯田だ、3人です。本名は それが本名です。鹿丸飯田。はい。お前たち知ってるか。初耳ですね。初耳ですね。他には確認できてるのがルークと宮岡です。その3人です。複数人いるっていう話は聞いてる。その3人で。本当に3人だけか。はい、嘘だったらまたやるぞ。正直に言っといた方がいいぞ。3人です。うん、しかまるいいだな。そいつは男か女かどっちだ。男です。うん、どっちにしてもな。今なんかそのムーチョなんたらっていうのがここに向かっとるわ。向かってる。うん、ありました。今そのムーチョなんたらっていうのをこう連れてこい。ここ。はい、ありました。強制連行で。こういう目に遭う覚悟があって記事書いてるっていうことなんだろてめえら。わかる。でも例えばだよ、うん、これ会社だったでしょ。別にこんなうち会社だから。会社だよな。会社だよ。会社としました。会社の、うん、下っ端の人間がヘマしましたって言ったら、うん、同僚とか上司が悪くなるかって言ったら、うん、悪くなるね。悪くなる。じゃあ悪いか。悪くなるよね。悪くなるね。なるよね。うん、うん、で相手がましてやギャングだったらやられちゃうよね。ボス、お待たせしました。こいつがムーチョです。はい、はじめまして。はじめましてじゃねえよバカ野郎。ムーチョ文岡と申します。なんだお前。お話があるとのことで。お前記事書いたのお前か。はい、そうです。どの記事のこと言われてるかわからないですけど。直近のうちの名前使って書いたのお前か。おとといの記事ですかね。そうです。ほら一回うちの記事書いてうちのメンバーからお前書くなって言われてんじゃねえのか。言われましたね。うん、でなんで書いてんだよ。あ、悪には屈せないっていうのが一番の理由ですかね。悪には屈せない。はい、まあそのこの街でギャングが
複数あるってことはなんとなく把握してます、うん、で、あ、すいません。で、まあ、ギャングの方たちが、まあ、この町にたくさんいらっしゃるってことももちろん存じ上げてはいるんですけど、そもそもギャングって悪いことしてお金稼いでらっしゃるじゃないですか、うん、まあ、私は記者なのでそれを報道する義務があると考えてますので報道してます。おい、はい、お前そのくせお前サブスクとかでさ、ね、はい、実名報道とかお金払ってくれれば 毎週300万だって払ってくれれば実名報道しないって言ってそれが正義なんか、お前の随分薄っぺらい正義だな。お前モズのボス様、結局金じゃねえか。おい聞いてください、それはお前金、お前それ脅迫じゃねえのか。逆に捉え方によっては脅迫だろ。脅迫じゃないです。いやいや、捉え方によっては脅迫じゃない。これはビジネスです。ビジネス、お前らが都合よく言ってるだけじゃないかよ、はい、確かに確かに私は前の町からこういう仕事をしてきたんですよ。知らねえよそんなの。でその中でこの町に来てこの町でも来たとして真実を広めようと思った次第なんですけれども、さすがに1記事100万じゃやっていけないと。知ってますか、最近食べ物と飲み物を10個ずつ買うだけで1記事分なんです。もう私たちは頑張って頑張って、こうやってモズの方々の記事もね書かせていただきましたけど、リスクを冒して記事を書いてます。その上で食べ物と飲み物を10個ずつ買ったらおしまいなんです。お前らそれはさすがにお金稼ぎが目的ではありません。でも発給じゃ記者としてやっていけないんです。だからどうしてもサブスクプランはやるしかなかったんです。サブスクプランやれよ、いい、やりゃいいじゃん。そんな知らねえよ、そんな市長に言えよ。言ってます。うん、言えよ。それは言え。そんなの俺は関係ねえから。俺らそうですね、うん、それは関係ないです。でお前らがね、お前、じゃお前らってかお前だよ。はい、お前だ。こうなること腹くくってんだろ。はい、もちろんです。うん、個人連絡してませんか。うっ、いや、今ムーチョ藤岡もぶっ倒れて腹くくってんだよな。もう多分、いや、通知出すなよ。二人に伝えてほしいことで、ルーカーさんのそのダウン通知、救急隊の方とか出さないでくれっていうのを警察から今。どこを撃たれたんだ今。足だ。おい、ムーチョ。はい。どこにいるかちゃんと把握しといて。お前がそうやって金1記事でなんかいくらもらってるのか知らねえし、サブスクしねえと食ってけねえっていうのも分かったよ。はい。でもお前がそういうふうにお前警察の方に言ったことによって、はい。うちの部下2000万罰金で見かれてんだよ。そうですね。うん、そうですねじゃねえだろ。私が通報しました。おめえが悪いじゃないかよ。てめえらからこっちに喧嘩ふっかけといて、はい、その覚悟があってやってるとか言っていうふうに言っておきなく、悪には屈しねえとかわけのわからんことを並べておいてな。はい。最終的にお前、その記事がお前100万円だかなんかいくらかで、ね、少ねえからっつってお前、そういう脅迫まがいなサブスク作ってよ。なあ。いや、別に入らなくても大丈夫です。いや、それはそうだろ。誰も入らねえよ、そんな。はい。うん。押す。何？警察からの伝言で。ああ、押すなって言うんだろ？はい。うん。警察からの伝言で押すなってよ。あ、押してないですよ。うん。おめえだよ、ルーク。ずっと押してんの。お前、押してんの？はい。ずっと信号が言ってて迷惑。おい。お前、そういうとこだぞ。押すなよって注意したろ。ああ、わかったわかったわかった。わかったじゃねえよ。わかりましたです。わかりましただろ。わかったです。はい、わかりました。うちの記事書いたんだ。金も払ってないな、まだ、はい。自分は払いましたよ。自分は払った。残りの分を、はい。じゃあこいつが払うのか。あ、ルーク。自分に1000万、ルークに9000万の請求はもう来てますね。まだ払ってない話だな、それな。ルーク今いくら持ってんだ、お前。マイナス8000万です。それどうなってんだ。お金ないです。それどういう画面なんだ、それ。画面というか1億米出し席切られて、そんでどうなんだよ。でその後払えなくて、とりあえず正直今通算でマイナス8000万。今だから現金にいくら持ってんだよ。現金はね、
だからそれがバレたら20万円くらい。20万円とりあえず置いてけ全部。ていうかお前所持金全部よこせ。でお前らのもの全部うちでしょっぴくわ、はい、ヘリ持ってんだろ。持ってん、あれ会社のです。いやいや関係ねえ、よこせ。わかりました。うん、あと車は車は持ってないです。持ってない、はい、本当に持ってないのか。一応所有してる車両といたしましてはバイクだけです。うん、じゃあバイクもよこせ。わかりました、うん、チャリだよね。チャリ、チャリ持ってます。チャリ持ってんのか。チャリいらないから。裏でも表でもチャリだけいただけるってことですか、うん、ルーク、お前は。俺は車も何も持ってません。バイクは。バイクも持ってません。チャリは。チャリも持ってます。買ってください。てめえが早いよ自分で。なあ金、お前ムーチョもルークも、はい、全財産わしに払え。わかりました。あ、じゃあ、わかりました。でもルークさん、はい、さっき自分があげた2000万あれ、え、そんな、なんであげたんだよ。さっき2000万。あー、ちょっとあの、拉致がかなかったんでおびき出そうとしたんですけど、それでお支払いしました。その2000万は今回どういう。払え、当たり前だろ。どうしてもですか。どうしてもだよ。自分は一応1億以上持ってます。あ、本当に。じゃあそれ全部よこせ。今日入りました。あ、じゃあ全部よこしな。それ一つ分かっていただきたいのが、うん、ヤングの方々だけに喧嘩を売ろうとして売ってるわけではないということは分かっていただきたいんですよ。うん、というのもですね、あの記事をどんぐらい読んでいただいてるかわからないんですけど、うん、本日来ました。まあ、そのちょっと見ていただくと、警察に対してとか、うん、もう不正してたり、読んだよ、ヤングと癒着してたり、そういうのは全部記事にしてます、うん、はい。ただね、誇張しすぎ。知ってますか、うん、ゴシップ記者は半分嘘なんです。知らねえよ。だからそれをな、半分嘘だっつってんだろ。嘘は悪じゃねえのか。じゃあ、まあ、公の場に、ね、公の場で見れるような、そういうアプリケーションの中で、はい、半分嘘の記事を書いてるっていうのは偽証だろ。とそれは悪じゃないのか。嘘を交えない。うるせえ、お前黙ってる。今お前に話してねえだろ。はい、すぐ行けます。まあそれは悪いことなのかいいことなのかっていうのは多分人によるとは思いますけど。そうだろ。じゃあお前らの物差しとわしらの物差し一緒にすんなよ。わしらはわしらなりの生き方なんだよ。そうですね、うん、じゃあお前ら記者だろ。お前は黙ってろよまず。はい、人を殺してはいけない、その道徳を戦争孤児にお前は歌えるか、うん、おい、餓死しそうな子が物を盗む。お前らだって今これからそうなるんだよ。金がなくなって飯を食うにも金を稼ぐにも犯罪に手を染めないと生きていけないやつもいるんだこの世には。それを悪と捉えるか。でもそれはお前に聞いてねえよルーク。はい、ザウルス、はい、起こしてやってくれ。もし、うん、の戦争孤児の方でそういう手法でしかお金を稼げないとか、うん、あると思います、うん、ただ他にもこういう人たちがいるとか、他にも稼げない人たちがいるとか、抑圧される人たちがいるってことを気にかけられないのかっていう疑問はあります。何の、どういうこと。の自分たちがお金を稼ぎたいがために今やってらっしゃるじゃないですか、うん、そのお金がどこに使われてるのかって自分たちのために使ってるじゃないですか。そうだな。ただそういう同じ境遇の人間を生み出さないために他の人を支援したりすることだって。なんでそれを俺らがやらなきゃいけないんだよ。なんで事前事業じゃないんだよ。別に義務ではないですよ。それは国がやったらいいじゃないか。でも自分の物差しはそう思います、うん、だからそれはわしの質問に答えられてない時点でその物差しでうちを測るなよっつってんの。まあ愛入れないんじゃないですか。だから、うん、だから愛入れないのしょうがねえよ。そうですね、うん、ただてめえのところの物差しで測って都合のいいところを並べてるんじゃねえかって話だよ。自分はお互い様だと思います。それなんでお互い様なんだよ。それはそっちの物差しで測られてるからですね。今自分たちの行動が
はい、お前らからそういうゴシップ記事を書いてんだろ、まあ、はい、半分嘘の記事を書いてんのはお前らからだろ。わかりました。じゃあそれを例えば自分たちが娯楽としてやってるなら裁かれても叱るべきことだと思います。いや一緒だよ、仕事でも。いや、あの仕事でやってるっていうか、その信念として自分たちは悪を許せないからやってます。なんで半分嘘つく必要があるんだ。じゃあゴシップ記事だからじゃないですか。だったらゴシップ記事やめちまえよ、普通の記者やれよ。まあ、じゃあ記事、ニュースアプリで皆さんの記事を載せる分にはいいってことですか、うん、真実だったらな。あ、いいんですか。真実だったらしょうがないんじゃないか。じゃあそれに関しては何のお咎めもないってことですよ。いや、内容によるんじゃないか。じゃあ別にゴシップで書いても記者で書いても一緒じゃないですか。一緒じゃない、一緒じゃない。それなら、うん、もしそこが一緒になってしまうのであれば。記事書かれたことあるの。あるんですか。あるよ、インタビュー受けたことあるよ。インタビュー受けたんですか。あるある。ああ、はじめまして、私はバンダーマーと申します。噂のレイコさん、レイコさん取材したい人だ。え、そうだわ、玉岡レイコと申します。ああ、そうなの。ネチコさんの綺麗だし、見とれちゃう。よろしくお願いいたします。ああ、よろしくお願いします。バンダーマンさん、もしよろしかったら、はいはい、私、バンダーマンさんの記事を書こうと思っておりまして。ああ、そうなんですか。やめておいた方がいいですよ。そうなのですか。皆さん、取材をさせていただいてもよろしいでしょうか。なんです。もうこれ、まあ、もうダメだ俺。どうしよう、照れちゃうな。こんな経験ないから。そんな経験ないです。なんです。なかったですか。あ、すごいわ。え、バンダーマンさん、噂のバンダーマン。どうすればいいですか。バンダーマンさんは、ええ、犯罪をして生活をされてるのですか。ええ、そうですよ。あ、そうなんですか。だいたい何日前ぐらいか。私は今日この町に輸送されてきましたけど。あ、今日から今日この町に、ええ、そうです。輸送されてきました。移送ですね。移送ですね。移送されてきて、プリズン抜け出したのね。そうですね、脱獄してますね。脱獄してこの町にそのまま住むことにしたんですか。住むっていうか、これからこの後プリズンに帰りますよ。あ、このまま、このままこの町をで、このまま過ごしておいて、夜には監獄に帰ると。私はその辺は自由に出入りしようかと思ってますよ。あ、なるほど。ちょっと待って、あ、ちなみに私は今脱獄中ですけど、あのさっき5000時間切られてるんで。時間って何だ。自由に生活しようと思っていますよ。ですね。そうですね。私はその辺は自由に生活しようと思っていますよ。この言葉をそのまま記事に載せてもよろしいですか。ああ、どうぞどうぞ。ありがとうございます。すいませんね。あんまり長いしちゃうとおまわりさんの友達がやってくるんで。これ見てみろ、後ろ名前違うだろ。お前が書いた記事のやつと。後ろ名前あるだろ。ナタル・ウィルコフって。ナタル・ウィルコフ。違う。あ、確かに名前間違えてたのか。なんか言いたいことある？いやー、ちょっと名前ちゃんと聞いてなかったっすね。申し訳なかったです。最後に私からって、私からって誰から。これ私、多分ルークじゃないですか。ルーク、てめえ、おい、はルーク、何、私から犯人グループへ一言。待て、はい、お前書いたんじゃないって話だったよ。え、記事はルークが書いたんじゃないって。いや、ムージョなの。あ、記事書いたのは自分ですけど、一言言ったのはルークなんじゃないですかってことですよ。あの、最後に私から犯人グループへ一言って書き手が書くもんじゃないの。あ、起きてきたのはどんぐらいぶりだっつったルーク。1ヶ月ぶりぐらい。おい、ムージョ、どうしました。ムージョ、つい最近の話だぞ、その記事。最後に私から犯人グループ一言。はい、レイコ呼んでくんで。それあれ、なんて書いてありますか、ね、すいません、すいません、あ、それ、うん、言いだかもしんないっす。え、何言いだかもしんないっす。どいつ呼べよ。ムーチョ。はい。もう一人のメンバーの名前を言え。もう一人のメンバー、うん、いないですよ、そんなやつ。今こいつがいるっつったんだよ、お前が来る前に。
嘘ついたってことですか？いや、ギャングの皆さんに。多分ムーチョ知らないだけかもしれない。まあ一つ言っておきます。俺は嘘ってやつが一番嫌いなんですよ。いや、お前嘘半分で書いてる。嘘ついとるやんけ、お前。君とツァンツァブルス警察に追われて今ヘリ落ちてるからまたちょっと運行中探すんで待ってます。ちょいわ、お前今のさっき言ってたね。ムーチョ、ナダル、てめえごめん、もうええて。てお前ら二人とも嘘つきだってのはよくわかって。いやいやいや、あの時さ、昨日さ、はい、俺とさ、横にいるこの緑のさ、あのネクタイのさ、ダイオくんとさ、一人一郎いたでしょ。はいはい、いましたね。でもその3人で終始解決したじゃん。解決しましたね。ね、一旦俺らでもうそれで行こうってなったかもしれないけどね。俺らって結局さ、まあ、組織的に言ったらさ、ね、組織ってトップがいるわけじゃん。トップ今2人のことをね相手してるうちのボスよ。はい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 。ボスその時いなかったでしょ。いなかったですね。もう後付けだろうがなんだろうが、俺らがこういうことありましたっていうことに対してボスが気に食わなかったらまたこうなるのは当たり前ないよね。あれですよね、ちゃんとお前なんかほんでオールインの記事も書いて一回やられてんじゃないの。やられてますね。で懲りもせずそういうことをやってんだろ。でその時なんか溶鉱炉に入れられてるって話聞いたんだけどさ。ああ、入れられたましたね。なんで生きてんの。まあ記憶失いました全部。いやいやいや、そんなはずないや。そんなはずない。溶鉱炉だぞお前。分かんないです、自分も何が起きたか分かんないですけど。じゃあ片割れだけ、どっちかだけ今日陽光炉入れて様子見るわ。片腕だけ、片割れだけ。いや、片割れだけ。ああ、わかりました。うん、いや陽光炉ってさ、わしねこの町で、はい、鉄を溶かすものだと思ってんの。そうですね。うん、人間なんて入ったら溶けて消えてなくなると思うんだよ。ああ、そうですね、うん、確かにと思うんだよね。記憶なくなるじゃ済まないと思うんだよ。ああ、確かに。確かにそうですね。うん。だから多分消えてなくなるんじゃないかなって俺は思うんだよ、これ。一回入れたことあってさ。あ、そうなんですか。うん、消えてなくなったんだよ、そいつ。ああ、なるほど。うん。だから消えてなくなるって未だにわし信じてんの。だって溶鉱炉だもん。確かに。だからどっちか溶鉱炉に今日入れて終わりにしようかなと思って。宇宙いいんじゃない、宇宙いっぱい入ったの。あー、でも自分あれですね、多分その起きたらベッドだったんですけど、うん、その時溶鉱炉って、うん、まあ、そんな、まあ、無事で済まないの当たり前じゃないですか、まあね、体にタングステン入れられてて、うん、タングステン製の、うん、シシ入れられてるんでちょっと簡単に溶けないかなって思うんですけど。体にタングステン入ってるルークはまだ骨なんで。あー、なるほどね。溶けるっすね。あー、なるほど。再生するんだ。でもタングステンだけ残った時にどうなるかっていうのはちょっと世間的、世界的な実験になるのか。側がなくなるって話ね。ああ、なるほど。まあでもほら医療技術がこの町進んでるから。そうですね。ごまかしてんのか。あと691円あります。まあまあそれぐらいは、小銭ぐらいはな。まあ別に必要ないだろ、だってもう必要ないんだよ。いや、わかんない。いや、もう金は必要ないだろお前には。もう溶鉱炉で沈むんだから。やだ、無理だ、死にたくないです。もうダメだ。あ、お前はもう溶鉱炉なんだから。ありがとう。溶鉱炉はやだ。溶鉱炉なんだよ。溶鉱炉はやだ。溶鉱炉なんだ。最後にお別れの挨拶だけしとけ。はい、まあ今まで、そうだな、まあ、お前との思い出はそうだな、正直特にない。しかも、記事を書くときに大体書いてたのは俺だし、俺たちは AI 使って書いてるだろ、うん、AI はお前より優秀だから正直言って、まあ、お前も大した記事書いてない俺がいつもカメラでいいアングル押さないとお前書けないだろ。じゃあお前が書いた記事言ってみろよ。ちょ、思い出せねえけどよ。お前何も書いてねえじゃねえかよ。あのさ、1個言ってやろうか、1個言ってやろうか。何、見てくれてる人からな、
か明らかに上手い人と下手な人がいるよねって言われてたぞおめえよ。ルークお前魂込めて書いてるっつってお前 AI に書かせてたんかお前。うんそう。なんだお前それ魂込めて書いてるって。技術なんだよねこれ。魂じゃねえだろ。隣の国から持ってきた。君はなかなか腹が据わってるかな。はい。ちょっと相手が悪かったな。まあそうですね。確かにここまで徹底してやられたのは初めてかもしれないですね。うん。次は気ぃつけな。相手選ばった、はい、気をつけます。うちの記事はとりあえず書くな。わかりました。これは警告だ。はい。次は君もタングステンをまずプレス機でぺちゃんこにしてからその後に溶鉱炉に入れるわ。最近釣りができるようになったらしいですよ。釣り餌とかもいいじゃないですか。釣り餌な。まあ釣り餌でもいいか。今中盤ちぎってですか。まあバラバラにすりゃ元には戻れんだろう。怖いですねそれは。それでいいか。わかりました。まあ秘密主義なのはどこのギャングも一緒だ。勝手に取られんのが嫌だっつう話だな。別に秘密にしてるとかそういうことじゃねえけどな。はい。知られたくねえこともあるんだよ。特に我々のようなギャングはな。うんうん。アジトの位置だとか誰かと密会してるところとかそういうところをつけ回されてはたまったもんじゃない、うんうん、もう少し頭を使ってやったり絶対にバレないようにするんだな。わかりました。どうしてもやりてんだったら。ただうちの記事をお前のところで出したら間違いなくお前だということになるからな、はい、そうですね。それはお前が書いてなかったとしても俺はお前をやりに行くからな。わかりました。文集館は確かに自分が社長なのでそれはそうですね。楽しい記事を楽しみにしてるよ。いや楽しみにしててください。いいな。必ずやりに行くからな。はい、絶対に書くなよ。はい、絶対に書きません。振りじゃないからな。はい、もちろんですよ。ヘリコプター出せないんだったらバイクだけだろ。バイクなんだ。そうですね、バイクなんだったかな。バティみたいなやつです多分。どうするかな。まあいいや、バイクは勘弁しといてやるよ。ありがとうございます。よし、じゃあルーク、お前も見たいか。最後のお別れしたいな。やばい。おお、え、ルークの最後を見せていただけるんですか。うん、いいぞ。あ、やった、ありがとうございます。あいつじゃないっていう電話が今キャンセル入った。いやー、何、あの、枝呪ってやれ。おめえさ、なんだって。うちのギャングに喧嘩売って次ダウンしたらもう人質としての効力なくなるって市長が言ってきたらしいぞ。やってみましょう。オッケー。次でもダウンするとルークダウンしてるのやばい。いいよ、よこしな。次にはルークがダウンしてるのやばい。いや別にもう一人生きてるから大丈夫。焦りに無事じゃん。押しに行きます。あー暑い。暑いね。今陽光炉内にいるんだよ。ああ、すごい熱気だ。すごい熱気だろう。暑い。すごい熱気だよな。記憶失ったのでちゃんと詳細は覚えてなかった。覚えてないな。あとはください。今エースで今ヘリ終わり。ああ、暑い。ちょっと離れて。暑い。暑い。暑い。止まれ皇帝。俺一人の皇帝じゃな。もう一人乗りた。熱い。俺は人質はよ。おい、おまわりども、あと一回ダウンしたら人質は効力を失うというふうな連絡が入ってるっていうのを私も聞いてる。だからこいつはまだ有効なはずだ。人質ヘリじゃない。大丈夫そうか。まあかわいそうにな。相方が燃えてる。もう一人は陽光炉の中だ。もういないんじゃないか。普通に攻撃してきてる。ルーク、ルーク、あんな感じだ。残ったな。カエキと、お前もこれされてるはずなんだけどな。助かってよかったっすね。タングステン入ってるからだな。あつじゃー、ルーク、いやー、人質を解放しろ、バンダーマン。あ、
3をつけろタコスケ野郎。大丈夫ですか。じゃあ君はここで解放だ。はい、じゃあな。ありがとうございました。残りの100万はいいや。大丈夫、ありがとうございます。頑張んな。あ、入れねえ。はい、え、入れる。じゃあな。そっちはどうだ。だよ、回帰が分かんないです。回帰は今 A の方を狙ってます。まあ、一応僕じゃなくてボスの方を優先してください。ああ、こっちは大丈夫だよ。ボスは倉庫入ってる。こんなことも解決できねえのか、お周りどもは。南署か。はい、本署の、表の方にいますね。本署か。本署です。どういう状況だこれ。ダヨさんどちらですか。とりあえずその市長が5行って行け、はい、人質の効力はないって言ったタイミングで、うん、迂回必要ですか。その大丈夫です、大丈夫です。こっちに通知がなかったみたいな。うん、まあで、まあ、5と市長が5とフェアじゃないっていうのがまあうちの意見なんですけど、うん、そろそろ。まあ、とはいえ警察側も市長から GO って言われたらこう動かざるを得ないかっていうところの、うん、でまあ互い銃を撃たず、いやちょっと難しい、追いかけっこでまあ手錠されちゃって、うん、で、まあ、今落ち着いたらそのまんままあフリーズに罪状で送るか、まあ、指名手配だけつけてやるかっていうところで、ずいぶん暇なようだな。だ今回に関してなんだけど、うん、あったよ。昨日出所しました。ん、中で人質の効力なんだけれど、うん、バンダーマーの中で、うん、その2回ダウン、どういう状況なんでしょうか。2回ダウンしたら効力がないって話だったら思うんだけど、これ捕まった人、怒られたの、うん、市長に電話した時にもうダウンしてる状態で交互にだとしてもダウンしてたらもうそれは突入していいって話になったのよ。君とさんとで、それで待たずに一旦も突入したって流れかな、こっちとしては。突入された覚えはないよ。あ、突入じゃないわ。あの、周りの、ああ、捕まえたってことか。そう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 。うんうん。で、でそこに関して、あ、ちょっと待って。そこに関して、バンダーマーと市長の件でズレがあってからそれを伝えたかったのよ。で、どうしてんだよ。ん、どうしてんだよ、周り。どうしたいっていうのは、それはバンダーマを捕まえたいよ。うん、じゃあやるわ。ご族高専たちも捕まえて、プリズンを送るつもりでいたよ。うん、ほんで、でも、今回に関しては、その市長に言われた時点で、あの、再度促し、これからじゃあ捕まえるぞ。じゃあ俺の責任を持って俺一人で送れ。他は指名手配かけるぞ。お、いいぞ。うん。どうしようじゃあ。それでいいんじゃないか。どうだ。ルークさんはどうしたの、それで。ルーク、さあどうなったかな。そうか、心を改めたか改められなかったかじゃないか。お前ら警察だってあのゴシップ記者どもには苦湯を飲んでたんじゃないのか。まあそれはもちろんそうだが、今回の誘拐など誘拐だったり手錠に関しては別だ。俺らは俺らのやり方でやるだけだ。こっちも警察として動いたまでだ。ああ、そうだな。ああ、だからそこに入っていいだの入っちゃいけねえだのこっちとの意見の意見とか認識の違いがあっただけの話だ。そうだ、そこはそうだな。だからうちの子分どもは指名手配かけるなり好きにすりゃいいが、ああ、別に俺はやることはやってる。別に送るなりなんなり好きにすりゃいい。うん、いいな、お前たち。そういうことだ。了解。全員じゃあ、ここにいた他、送られてないやつ、捕まってないやつはいないか。あそこにいたやつ、ね、多分、一人は現場で発砲してるから、行かれてるんじゃないか。ああ。ここにいる全員だな、他は。あといないな。おー、まあ別にうちの全員かけだっていいぞ。まあ、今いる、まあ、あの現場で警察が認識してるやつだったらいいんじゃないか。うんうん、まあ、そこはちょっと再度こっちでも確認する。捕まえたやつ、一郎はどうした。出所しました。出所したね。はい、送られてます。あ、送られてるんだ。送られてるやついるじゃないか。はい、海木君とデニガスさんは送られてるみたいな。なんで一郎送られてるじゃないですかね。
あそこの山で現場で捕まえたよ。で、他のこのメンバーもそうじゃないのか。このメンバー捕まってるのか。これは今捕まってたんじゃねえのか。多分一郎と海輝は戦った上で捕まってる。うん、あ、じゃあ一郎は捕まった。戦ってんの。けど、一郎。一郎いないぞ。はい、一郎。あ、いるやん。あ、警察と戦って捕まったの。違いますよ。違うってよ。違うの。どうやって捕まったの。普通に出たら出て、ちょっと待ってくださいね。お前プリズンに送られたのか。多分あれだ、指名手配だから。ああ、そうなのか。元々こんなこと言ったら、ここにいるメンバー指名手配食らってるやついるんじゃないか。まあ俺も元々指名手配です。そうだよな。待ってください。じゃあバンダーマーとキミトスは送らせてもらえよ、この現状で今。なんでだよ。いや、なんでだよ。なんでだよ。怖っ。そもそも最初は手錠かけてきたから。僕村で捕まりましたね、いきなり。うわうわうわ。手錠かけられた。他は指名手配でいいよ。で、プリズン行って、今キミトスはプリズンを送らせてもらえよ。なんでだよ。なんでだよってなんでだよ。それは飲めねえだろ。なんでだよ。やることやってんだろ。やることやってる。だからこっちは筋通し、こっちは俺がわざわざ来てんじゃねえか。止めます、いいっすよ、別に撃ち殺してもいいんじゃないですか。それはそうだな、こっちはそっちにやられてるんだよ。待っとけ、何をやられてるって。話し合いをする中で合致したのに手錠をかけてきたんだよ、そっちは。君とそう、君とそう、君とすが俺に手錠をかけてきたんだよ。それは知らねえ、どういうことだ。だからそれは知らないだろ。だからこっちの問題だよ。もうだからそれはどういうことだって。意味です。ああ、自分ですか。うん、それは、ルーク、秋山を人質にしてて、うん、で、ムーチョを呼び出したときにムーチョは警察に連絡してて、ムーチョはコズで赤木蓮と、パチオが来たんですね。うん、でまあ、ムーチョは来なかったので、でそのままルークを連れて逃げる際に赤木蓮とパチオに手錠をして逃げたっていう形です。まあいいや。じゃあいいよ、キミトスとわしを送りてえんだろ。うん、送らせてもらう。うん、別にお前をここで殺して俺も逃げることもできるけど。まあそうだな。うん、わざわざ来たしな、バンダーは来ることもないだろうに、話すために。ああそうだ。うん、だからそれが数字通ってる話だろ、最初の試合で。だからわし一人で目閉じたらいいんじゃないかって話。うん、どうだ。いや、君とスタバンダーマを送らせてもらう。このままお前を拉致っちまおうかな。じゃあいろいろズレがあったんじゃねえのか。ズレはもちろんあったな。そうだろ。だったらそれが丸いんじゃねえか。ああ。俺一人で飲んどけよ。この組織の頭は俺だぞ。俺の指示でみんな動いてんだ。もちろんそうだな。他は知らんが、君とさ指名手配だ。お前も指名手配だ、バンダーマン。他のやつはどうなんだ。他のやつ指名手配じゃないぞ。そうか。じゃあその指名手配分も乗っけて逃がしてやればいいじゃないか。それはもちろんそうはするよ。他の奴らはな、指名手配かけさせてもらうよ。本省前にでかい車で迎え来てほしいな。今回はキミトスに対しても非があったと思うぞ。でかい車はない。どう思った今持ってきて。うん、4人乗り。お互い承諾した上で話し合いになったはずだ、キミトス。お前次第だぞ。パッさんと僕で行きます。何もしないっていう形で話し合いになったはずだ。実際はちょっともしかしたら何もしないって言ったのにわっぱかり頑張るような状況になるかもしれないから、まあ、でも仮に何もしなくても。わかりました。どうせルーク秋山を連れて逃げてたので、はい、現状は何も変わらなかったと思います、自分は。じゃあチンジロール勝負だ。赤木蓮殺して全員指名手配は丸くないのか。なんでだよ。今度だ。なんでだよ。売るな。いや他の奴らはもういい。行け。弱。ほら振れよ赤木蓮。意味わかんねえ。3回だ振れ。あ振れや。意味わかんねえんだもうこの流れ。いいから振れ。ダメだよ。
早く触れよ。男は黙ってチンチロだろ、触れよ。黙ってじゃん、俺ギャングじゃねえんだよ。いいから触れよ。早く触れよ。ああ、あ、今、とりあえずワンダーマとキミトスは指名手配だから送るって話してんの。いい、他のやつは行け。で、あの、俺に手錠かけた時もあったから、キミトスがね。うん、あ、その件も踏まえて、ワンダーマとキミトスを送らして、他は指名手配。話で、これ誰だっていう話で言った、あの、ワンダーマが来て、あの、直接話しに来て、出頭じゃないけど。ほう。あ、それは後でやってくれよ。あ、でも、ちょっと後で事情は聞く。あ、触れよ、これ。触れよ、ほら。いや、振らない、送る。じゃあ帰ろうかな。奥帰るな。別に、わしは別に帰ったっていいだろ、別に。帰んな。俺だって別に帰ったっていいんだぞ。送る。じゃあ振れよ、はい。なんでだよ、送れよ。ほら。お前、ネタじゃねえんだよ、振れよ。ネタで言ってねえよ、真剣に言ってんだよ、振れよ。真剣に、真剣にチンチロって意味わかんねえだろ、ね、振れよ。本気でやれよ、本気で振ったんだぞ。ふざけんなよ。こんなことになっといて。ちゃんとプリズン行って反省してこい。じゃあ帰る。帰んな。なんだよ、じゃあ振れよ。早く振れよ。早くお前も釣られてんじゃねえぞ、おい。おい、おボスだから、おめえふざけんなよ、マジで。早く振れよ。振らねえ。売らねえ。じゃあ帰る、ほんとに。今、キミトスさん以外離脱してる警察署から。早く触れって言ってんだろ。はい、触れよ。売らねえ。売れよ、早く。売らねえ。迎えもう間もなく来ますけど、大丈夫そうですか。あ、ごめん、ちょっと待ってな。もう、一旦うん、もう。はい、触れよ。プリンセイ君乗ったら自分迎え行きますよ。キミトスが、でキミトスがプリンセイ君。どう考えても、うーん、全然意味がわからない。あ、振れよ。早く振れよ。振らない。行け、プリズンに行け。チキン、反省しろ。チキンが、いや、チキンはそっちだろ。チキン、俺がチキン、ね、どこだよ。なんで、なんでチンチラなんだよ。部下の責任だろ、ちゃんと責任取れよ。一郎今警察署前着きました。なんでだよ。責任もくそも、責任もくそもいるだろ。いや、人一人いるっていう前提でこっちは動いたんだから、進めては関係ねえだろ。まあ、それだってズレがあったんじゃねえのか。じゃあそもそも人質がいる時点でお前手錠かけてくんじゃねえよ、お前。だったらそもそもだってそれで突入するうんぬんかんぬんの話になるぞ。他の人はね、指名手配かかるから。人質の効力自体がなくなったから、知らねえっつうの、その話は。それは知らないんだ。だからそれはお互いに認識ズレだろ。だからしょうがねえじゃねえか。ムーチョも来たじゃねえかよ。え、みんなこの捕まった人たちは解放されたんですか。最初ルークしかいなかったけど、ムーチョも来たじゃねえか、その後。こっちの人たちはそうね、人質は一人じゃねえぞ。いや、そうだそうだそうだ、それは知ってるぞ、うん、こいつが口滑らして交互にダウンさせたって言ったんだから。滑らしてじゃねえだろうかよ、お前が。なんかそういう、そういう空気の読み合いみたいな感じの会話してきたから言っちゃってるんだろ。警察署じゃなくは、いなくていいのかな、これ。で、いいじゃないか。パッと振って、パッと振ればいいじゃないか、どうせ勝てんだからよ。お前、死に手配ついてたろ。勝てんだって。おい、1だぞ。ついてたんすか。1に勝てねえのか。だ、1って5と1だったんだよ、今チンジロ振ったら。1以上出したら勝ちじゃないか。ほぼ確定なんだよ。ほぼ確定じゃないか。パッて振ってパッて送りに終わり、終わりじゃいいじゃないか、それで。はい、振れ。じゃあ普通に送られない。いいから振れよ。いいけど送られないよ、じゃあ。ほんとパッて振ってなんでまたのチンジなんだよ。じゃあいいよ。送られてるわ。行こうぜ、君とす。なんでお前はそっち行くの。え、牢屋じゃねえのかよ。あ、牢屋か。俺がバカだった。ああ、普通に僕モズ村で捕まってから、警察署連れていかれてる。じゃあ、開けるよ今。ボスも君とスタも休み、頑張ってね。おやすみ。多分プリズン行くわ。はい。あの、連れてってもらう。ほんなら、迎えプリズンですか。南署の署長は大したことねえな。え、僕が一旦牢屋に。向いてるんじゃないか。じゃあ、ご同行お願いします。うん。はい。一体何が、何が。ごめん、ただ、B1 階にお願いします。 B1 階だ。左手の曲がり角に。へぇ、こんなんなってんのか。どこもかしくも鍵閉まっててめんどくせえな、この建物はよ。ほんまやで。別に逃げたりしないのにですね。ダンジャーの中で
お待ちください。よいしょ。赤毛はもう用なしだ、いいよ。うん、お前もう用ねえから。用あるよ。あと全部こいつにやってもらうからいいよ。うせな、うん、いや、うせねえよ。うせな、やるよ。じゃあ最後までやる。お前がいるんだったら話さねえ。じゃあな。何を話すんだよ。お前とはもう喋らねえってこった。なんだ、ダダこねえんな。ダダじゃねえ、お前がダダこねたんだろ。ダダ、いやいや、チンチロって意味わからんだろ。別にあれはいいじゃねえか。減るもんじゃなしに。うん、でよ。うんじゃねえよ、お前も。いいよ、君とすも。了解です。ほら、仕事戻れ。とりあえずじゃあ、佐々木は右のバンダーマンに切ってくれる。あ、はい、うん、あ、わかりました。持ち物確認しないよね、まだ。そうですね。オッケー。じゃあ、持ち物確認させていただきます。こういうことしたっていいんだぞ。そう、そうなる。そうだよな。うんそうなっちゃう。そうなっちゃうな。そうだな。そうなっちゃうね。そうなっちゃうね。うん。うん、この子全部一人この子でできんじゃん。別にお前いらねえ。何いらねえって。やってんだよ、仕事をしてるだけだ、ただ単に。別にお前がやる仕事じゃねえだろ。うん、別にお前のようにねえし。俺はやるんだよ、こういう仕事も。そうなんだ。関係ねえよ、そんな。そっか。うん。うん。仲いいのかな。キビトスは締め台だから、締め台分切るぞ。切れよ。うん。押し終わりました。ありがとう。君はこの前のヘリコプターの子か。はい。ヘリコプターの佐々木です。いかつかねえ顔だ。ありがとうございます。別に褒めてねえよ。帽子かぶったらこんな感じになっちゃって。外しな、それ。マスク。よいしょ。それも外しな。それも外しな。ちょっと恥ずかしくて、ああなんかギュッてベーシックで暗くても何も見えない。580万のアキムです。はい。あっておとなしいね、いきなり。あの何ヘラヘラしてんだお前。赤木先輩、会場はバンダーマンに関しては誘拐ラッシュと、うん、山田海輝と一緒ですかね。山田海輝？あの手前の。山田海輝ってどこまでしたの？警察誘拐、うんうん、同行と銃刀法を公務執行を心なき市民殺人、うんうん、無免許、警強盗、うん、誘拐拉致監禁、市民殺人、うん、誘拐拉致監禁2回行ったね。心なき市民殺人した？これちょっと多分あれだな、高級車強盗のやつかもしれない。知らないな。それは別だね、締め手合いだから。うん、そしたらそれなしで銃刀同行法公務執行、やば、ちょっと待って確認するね。君よくよく顔見たらアザラシみたいな顔してるね。うん、なんかハイエナ、ハイエナのつもりだったんですけどね。うん、なんかみんなにアザラシってハイエナとアザラシって紙一重って言いますか。全然そんなこと言ってるやついねえ。そうやな、変われてるから。ああ、白井さんに会いたいな。了解です。白井さんに会いたいな。あ、そんな人がいるんですね。なんかよく聞くんだよな、白井って名前。ああ、すごくな、絵が上手な人でな。はいはいはい。うん、すごいいい人なんだ。そうなんだ。肌が白くてな。はい。うん。もちもちした感じなんだよ。市民殺害入りで、佐々木君。心なき市民殺害もあり？いや、心なきはなしで、市民殺人を。天才なんだよな。はい。520万。なんでか分かんないけど、効果が。さささってこう、描いてくれる絵が昔あってな。はいはい。一回、一回こう、なんかあった時にな。さささっと描いてくれた絵がすっごくてな。やっぱ嬉しかったなぁ。おぉ、キミトス飲み物とか飲んだか。天才なんだろうなって今だに場所は思っとるんだ、その人の。イライラする。そうなんだ。何イライラする。何イライラするか。お前イライラする。あ、そうか。じゃあぶつけてくればいい。会えますよ、やっぱいつか会えるかな。はい、その人なぁ。はい、その街中にいる人をたまにこう描いたりするんだよ、多分。おぉ、はいはいはい。その絵がまあ上手だなぁ。書いてもらいたいな。じゃあ無理だろ君には。あれ？君なんか書かないよ、あの人は。書いてほしいな。あの人は警察なんで書かないよ。書
書かないニットそれは待ってやろう。そう書いてほしいな。書かないよ。警察も書いたことないんですかね。いや知らないよそれは。そっか。でもすっごい絵心があってな。いいな。ちょ今度だ。ちょっと女の子を描くのがすごい上手で。女の子さ、うん、かわいい女の子を描くんだ。ゲームショー1周年だったんだよ。送ってくれるか。そのね、あれボス、ボス待ってたんですよ、みんな。俺待ってたのか。はい、みんなボス待ってた。まあ、そうか。そしたら、これは60ですか。うん、60だね。60か。じゃあ、行ってらっしゃい。60な。じゃあ、君とも行ってらっしゃい。今度、書いてもらって見せてください。ダメだ。へへ。じゃあ、行ってらっしゃい。大変でしたね。大変だったな。